メインロードはかつてイギリス大マンチェスタ州マンチェスターに存在したサッカースタジアムである。会場から閉鎖までマンチェスターシティ FC のホームグラウンドとして使われた。1923年の完成時にはイギリス国内においては旧ウェンブリースタジアムに次ぐ2番目の規模を誇り、1934年の FA カップでは84,569人の 監修が入ったと記録されている。1945年から8年間は同じく、マンチェスターを本拠地とするマンチェスター・ユナイテッド FC も本拠地として使用した。これは、ユナイテッドの本拠地であるオールド・トラフフォードが第二次世界大戦時のナチス・ドイツによる空襲で被害を受け、その修復費用も苦面できなかったためである。なおユナイテッドが1948年に、 アーセナル FC と対戦した際の観客数83,260名は現在のプレミアリーグ時代を含むフットボールリーグにおける観客数のレコードである。1953年にナイター設備が1956年にスタンドに屋根が取り付けられた。この屋根設置以降メインスタンドはキパックスと呼ばれるようになり、 シティの熱狂的サポーターが集う場所として知られるようになった。以降もシティの本拠地として使用され続けてきたが、スタンドの老朽化及びキャパシティの増加を狙い、マンチェスター市は2002年に新たにシティオブ・マンチェスタースタジアムを建設。これに伴い、メインロードは廃止されることとなり、2003年5月にシティとサウサンプトン FC と間で行われた試合が、 最後となった。翌2004年にスタンドは解体。現在は住宅地として再開発が進められている。ありがとうございます。